アクションタイマニン実況プレイスタイマニン、イエーイ。はい、本日もやってまいりました、はい、アクションタイマニン実況プレイスタイマニンのコーナーでございます。いい、前回のまでのあらすじは、こちらですね。まあ、今回のね、アクションタイマニン実況プレイスタイマニンは朗読劇のコーナーということでですね、はい、はい、どん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 私たちの喉を消費していきましょうという前に、はい、コメントを、はい、優しいコメントをね、紹介、はい、紹介させていただいて、はい、ヒコリたちの喉を潤していこうと。そうで、心もね、心を潤して活力としていこうかなっていうことで、はい、今回いただいたコメント読ませていただこうと思うんですが、じゃあ、あ、私が選んでいいですか？はい、どうぞ。ね、あ、読んでいきますね。はい。かん、七三？あ、なんて書いてんの？さき七三ですか？さき七三？さきひちさん。さきななさんですかね。ピコリ、かわいいね。ありがとうございます！ありがとうございます！皆様のかわいいに支えられ、ピコリは生きております。次行きますね。はい。はい。184番さん、ありがとうございます。ピコリが、回を重ねるごとに可愛くなっている気がする。あら、やだ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てください。ありがとう。これ、ピコリ、皆様からね、はい、温かいコメントのせいで、はい、このリボンをつけるみたいなね。はい。なんか許せますか？そうなんです。そうなんです。ありがとうございます。うさぎさんみたい、あれですよ。知らないまんまをね、リスペクトですよ。広報じゃなくて？広報じゃなくて、知らないのまんまがね、なんかつけてるじゃないですか。お耳みたいな感じで。そうですね。あれをちょっと。あ、わがまま、はい。本当に、いやらしい子だな、もう、ピコリは。なんですか、どうせまた可愛いって言われてるだけだろ。そんなことないよ。だって、やっぱ、このタイマニン TV 内で一番可愛いのってやっぱ、ゴーホーじゃない？これ以上可愛いキャラクターなんてやっぱ、出てこないかなって思うんだよ、ピコリ。無理すんなって。だから、やっぱ一番可愛いのはゴーホーだから、その後方2位に釣り合うように、ピコリも可愛くしとこうかなって思って、リボンつけてみた。あ、出た。後方を悪者にしつつ、自分を、あはは、やり方。待って。今の会話にどこに後方2位を落とし入れるようなことあった？そういうの良くないと思うよ。だってさ、後方のさ、うん、体の中にさ、うん、石詰めていくじゃん。違うよ。今日詰められてたのはなんか変なキーホルダーだよ。そう。サンタさんからのプレゼント。さ、ね、じゃあ今日もね、仲良く、喧嘩を一つ仲良くやっていきたいと思いまーす。はい。では今日のタイマニン。今日は変異の森と、はい、なんとかのイベントをやります。はい。なんとかじゃないですね。変異の森と、眠れる。森の姫でしたっけ？あ、違いますね。何でしたっけ？変異の森の影と音ですね。全然違いましたね。そうですね。そうなんです。あれですね。やりますか。あかねちゃんが音でね。そうですね。キッドちゃんが影っていう。で、その前に、はい、何ですか？くれないちゃんが、はいはいはい、レベル上げてなかったので、そうですね、前回なかなかにちょっと、そうなんですよね。勝てないってなってましたからね。なんで、今ちょっとレベル15まで、上げたので、おー、ピコリの父、よろしい。うん、ありがとう。はい。で、やりたいマニンかなと思ってます。スキルが増やせるので、そうですね、つけちゃいますか？やっちゃいますか。どれやりますか？課金しようとしてしまったピコリの手が無意識のうちに。嵐の陣長押し欲しいですね。そうする？はい、じゃあこれじゃあテキストしちゃいますか。そうしよう。30いるね。まだでもある。スゲットしてこれをここで嵐の陣。じゃあもう一個作れるんだけど。新眼流小太刀。これかっこいいですね。タン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 でいけるから。これ、つけましょうか。これも30でつけさせていただいて、この辺こうやってつけて、これ長押しだもんね。こうやって。はい。せっかくなので他のやつもね、これが、心眼ですね。攻撃される直前、このタイミングで回避を押すと、心眼っていうのでね。回避しつつ攻撃できるっていう技ができるんですね。とこちらがカマイタチ？絶対違うくない？カマイタチじゃないですか？え、これイタチって読むの？カ
あんまりたちじゃないですか。あ、ネズミっぽいから感じが。そうですそうです。あ、へえ。ピコリちゃんって頭いいよね。いや、もうそんなことないよ。コンコーちゃんには負けるって。可愛くて頭いいなんてずるい。いや、だってコンコーちゃんはかっこよくって生かしてて性格もいいじゃん、なんてね。今聞いたかみんな。今聞いた。これがあれですね、雷ですね。雷、風鳴りですか。風鳴りですね。風鳴りじゃない。風鳴りですね。風鳴り。あ、あれだよ。今日の朝一のピコリみたいなもんじゃない。候補を見るなりいきなり叩いていったじゃない。え、そんなこと。あったじゃん。あったね。はい。こちらが風返し。風返しですね。ピコリの恩返しかと思ったよ。違うんだね。あ、そうですね。ピコリの恩返しは玄関にどんぐりがいっぱいありますね。あれですね。やっぱ風系の技が多いですね。風神山。すごい、これかっこいいですね。これ欲しかったですね。でもまあ、また次回ですね。これが疾風石。疾風戦。疾風戦。石じゃないですね。そうですね、光線ですもん。疾風戦。疾風戦。正確なタイミングで。門の中に人がいる。はい。いい感じだ。いい感じだ。ね、こんな感じでね、攻撃がいっぱいありますね。我々アクションタイマニーの門をノックしていきたいと思います。はい、いろんな道場をぶち破っていきましょう。はい、道場破りだ。頑張ろうぜ、ピコリ。はい。で、他が、まあ、そうですね。他はないですね。ないね。はい。サポーター、あ、ついてるね。サポーターもつけて。じゃあ、やりますか。やりますか。うん、まだ70にあるんで、ちょっと防御力とか上げときます。あ、そうしよう。今までの我々にはね、なかった選択肢ですからね。そうですね。レベル、攻撃力がちょっと上がってて、スキルのダメージじゃない。防御力上げます。あ、150だ。ダメだ、集計が全然足りないよ。あ、足りないや。え、王子強くすら足りない。足りない。え、何もできない。あ、何もできない。 何もできない。ほんとだね。ほんと、あ、ダメね。じゃあ始めますか。いやー、やりますか。やりましょう。というわけで、イベントリーの目だ。インベントリーですもんね。インベントリーですね。はい、クエストのイベントの森で、ストーリー3ですね。セクション3では進めていきましょう。はい。はいはい。くれないちゃんですね。はいはいはい。はい。はい。行きましょう。目指しますね、リボン。いや。リボンついてる。よし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 。俺の出番です。やっと捕まえたぞ。そういった風魔の手には生きた蚕型のミュータントが握られていた。蚕？口からは緑色をした酸性の息を吐き散らし、その体を元気にのたくらせ、必死に風魔の手から逃れようと暴れている蚕。その元気さこそが息の良さだと思いながら、風魔は荒い呼吸を繰り返す。これあれですね、カイコが好きなんですかね、風魔くんはね。そうですね。おう、生きたまま捕まえたね。いや、時間がかかりすぎですよね。20分くらい格闘していませんでしたか、隊長。正確には18分52分だ。いや、細かい男は嫌われますよ。細か、あとバッチリから早く遠くに行ってください、先輩。そうだね、とっとと。だだだ、遠くに行ってよ、風魔くん。ヤースですかね。いや、調査のために生きた標本を捕まえたいんだからな。エミニーに渡すから遠くには行かないぞ。言っておくけど。言っておくけど。そう言いつつも、確かにフーマーも手の中で暴れている。蚕型のミュータントは気持ち悪かった。比較的小柄な個体を選んだが、それでもかなり大きい。というか太い。重い。あ、これは、あ、さくらか、テイトさん。重いから持ってくれないか。いやー、女の子に持たせるなんて最低ですね。絶対いや。こっちに近づけないでください。お腹を見せないでください。ちょっとめまいがしてきました。ひどい言われようだな。エミリー、生きた標本を捕まえたぞ。ああ、いいですね、いいですね。そう言いながら、エミリーはドローンを操って、蚕型のミュータントとか言えないように地面を固定すると、その手に緑色の体液で濡れ光るメスを握る。ほら、もう何匹の蚕がそのメスの犠牲になったのだろうか。あ、こいつ蚕殺し、やばいですね。蚕を
やってますね。そう考えるだけで精神的な訓練を積んでいるタイマニンでさえ少し気分が悪くなる。虫が苦手な女性人ならなおさらだ。こういう時のイメージさんって何でもできてすごいよね。にゃんちゅうですかね。何でもたまに魔界の気流鎮のところに行って意外だと勉強してるらしいし。気流のことを気流鎮って呼んでるんですね。さくら、何でも勉強になることがたくさんあるらしいぞ。実施関係の浅木先生並みの運動能力を発揮する実施に使える情報が多いんだとか。実の妹としてはお姉ちゃんの運動能力がある実施はせめて人間の限界の延長線上にあってほしいにゃ。にゃ、やっぱり皆さん見てください。見るの？ミュータントの襲撃が落ち着いて世間話をしているとエミリーの言葉にアカネが過剰に反応した。サクラとケイトも声こそ出さなかったがその表情は嫌悪に歪んでいる。どうしたんだエミリー。ちょっとよく見れるねウーマくん。ただの虫の内臓じゃないか。オークみたいな魔族だって腹を裂けば内臓が飛び出てくるんだ。見慣れたもんだろ。すごいですね。候補は綿です。綿です。はい、出さなくていいです。オークと虫は違うよ。こちらが以前五社学園やコートララ島で発生したこの種類のミュータントの情報です。それでこちらが今回のミュータントですね。ドローンのホログラム映像によって異なる2つの情報が並んで表示された。どこが違うのウーマくん。性別ですよ、さくら先輩。以前はオスメスが分かれていますけど、今回のには性別がありません。その通りです。おそらく繁殖方法が変化した。住み着いた地に適応したのだと思います。ピコリポーズ取るか忙しいね。これないとってことですね。それにしても、これほど劇的な変化が起こるなんて、さすがタイマニンが住む土地です。最後の方は関係あるだろうかと思ったが、狭い土地に複数の多種族が生活している場所だ。この土地だけではないが、タイマ粒子も存在しているのだ。生物兵器によって変異した生物がそれらの因子を取り込んでさらに異常な変化を起こしたのかもしれないと考えながら、フーバは茜を見た。よく、すぐに気づけたな。えへん、これでも頭と目はすごくいいので。褒められて嬉しかったのだろう。薄い胸を限界まで反らせて、茜は得意げに微笑んだ。しかし、私有がないとはどういうことだ。だったら、ね、どうしてこんなにも敵が数が増えている。この緑色の体液です。攻撃の際に使用する唾液ですか？それだけでなく、おそらく血液もこの体液に触れた存在は細胞レベルで変異させられミュータントに変えられているようです。生きている存在は細胞が抵抗できる程度の変異ですが、死んだ存在、小さな虫なんかはミュータントに殺され、そして変異させられているのかと。え、それって私たちにももしかしたら影響があるかもってこと？なんと。調べてみなければわかりませんが、今まで五社町に住んでいる人で変異したという報告は上がっていませんので、生きている大きな個体にはそこまで影響がないのかもしれません。ただそれを調べるためにももっと参考となる個体が必要です。できればこんな小さな芋虫ではなく、もっと大きな個体が、できればこんな小さな蚕ではなく、もっと大きな個体が。事前の情報には植物にも影響が出ているとありましたが、そちらは？それはおそらくこの芋虫が食べられた後だ。それはおそらくこの蚕型ミュータントの影響でしょう。地面を掘って隠れている、もしくは巣穴にしているようですから。地中に体液をまき散らし、それを吸った植物が毒素を蓄えたのかと。これも何かしらの対策を考えなければいけません。植物は種を飛ばし根を伸ばします。来年の春には大変なことになる可能性が高いかと。
頭が痛いな。裏山全体に除草剤でも撒くか。それだと無事な植物まで枯れてしまい、目も当てられない惨状になってしまいそうですが。冗談だ。ん？無事な植物？これだけ変なマジが大事に当たってるのに、無事な植物があるな。はい、というかほとんどの植物はまだ無事ですね。おそらく影響が大きい植物が多い場所にたくさんの毒素がまかれている生物がいるのかと。そんなのがいるの？予想ではいくらイモムシが予想ではいくら介護型のミュータントが地中に毒をまいているとしても、この短時間で山の生物や植物が大きな変化を起こすとは考えづらいです。自然の生物や植物の変化は地球上で長い年月を経って行われた生命の神秘ですから、それをねじ曲げるとなれば相応に強力な、それこそ生きている私たちにも影響があるほど強力な毒の持ち主がいると考えるのが自然かと。それは攻撃を浴びれば私たちも無事では済まないのでは。可能性はありますね。ですが毒があれば解毒剤が作ればいいだけです。あっさり言うよね、エミリー先生。そういう人だ、俺はもう慣れた。これにゃんにゃんちゅう喉やられちゃうんだ。あはははは、まあでもまずやることが決まったね。いい子になりましたね急に。ああ、その強力な毒を持つ個体の排除、死骸を回収して解毒薬の作成、作成だな。あ、できれば生きたまま連れてもらえる、捕まえてもらえると助かります。死んでしまうと細胞の劣化が激しいので。ちょっと出ましたね。はい、ふうまくんよろしく。はい。いや、俺は芋虫で精一杯だぞ。大型の敵となるとろう。誰かを忘れじゃないですか先輩。言霊で作り出した音符で解雇を。コッパみじんですね。コッパみじんに吹き飛ばした三崎あかねくんじゃないか。なんでフルネーム？しかもくん付け？まあ、私たちには不向きな存在ですね。せめて邪魔になる敵よ。私を一緒にしないでくださいよ、ケイトさん。ナチュラルに毒吐いたな。あ、骸骨つながりかな。あー、毒を吐く、骸骨を吐く、糸を吐く。ケイちゃん、見た目と違って打たれ弱いからな。あー、落ち込んじゃった。よいしょ。私、言葉にすれば…今ちょっと待って、今セリフ飛ばしたのやり返した。間違って候補をセリフ飛ばしちゃっただけでやり返されることだってな。そんなことないよ。一生懸命呼ぼうとしてたんだからさ。じゃあ一生懸命呼んでいこう。よし、行きますよ。私、言葉にすれば鎖とか網とかも言霊で出せちゃいますから。親指をぐっと立てながら力強い言葉に。しかし、フーマはため息を吐いた。ふぅなら、最初からそれやってくれ。私のことだ、混沌、温沌って使える回数が少なくて、これから私が頑張れるのは、ここまで先輩たちが頑張ってくれたおかげですよ。容量が良いな、とフーマは思った。こういうところが飛び級で御社学園へ入学できる少女の強みなのだろうとも。これから役に立ちますよ、私。まあ、心強いですね。それでは毒素を感知できるよう、ドローンのアプリを更新しましょう、しましたから、奥へ進みましょうか。エミリーさんって、何気にすごいよね。何気にじゃなくて、普通に何でもできるイメージだけどな、俺は。それじゃあ行きましょう、エミリー先生。はい。さあ行きましょう。行きましょう。あ、パンプキン。あ、さっきもパンプキンになった。パンプキンでしたね。あ、そうか。ごめんね。いや、可愛いですよ。でもよく見えましたね、さっきの方が。ハッピーハッピーハロウィン。パン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 。置いてけぼりにするんだね、高校を。ね、ち
と強くなったからいっぱい倒せるなって思って。そう、ここにココニーが大好きな街灯とか椅子とか壊せるものが今回たくさんあるよ。潰していこうね、ちゃんと。はい、潰した。はい、あ、先に敵かな。あ、ムラスキーさん。はい、あ、はい、あ、はい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 、いいですね、かわいい。はい、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 終わり。はい、ありがとうございました。いいですね、刺してこうっていうね。ねえ、かわいいですね。かわいいですね。はい、クリアしました、ありがとうございます。はい、影等々セクション3クリアです。セクション4もサクサクと進んじゃいますか。はい、ありがとうございます。やっぱレベル上げると強いですね。そうですね、セクション4いきますか。はい、ではいきましょう。喉の方大丈夫ですか。ほーハリーズ、いきますね。いきましょう。はい、俺からですね。見た目は変化していないが、やはり問題の毒素は増えていっているのか。茜の温湯によって捉えた大型の変異体を観察しながら風魔がつぶやいた。昼間だというのに薄暗さを感じる森の中、メスを使って異形の生物を解剖するという非現実的な光景だが、それに目を背けているタイマニーは一人もいない。彼らにとってはこれも一つの日常的な光景のようなものだ。そのメスを使っているエミリーは器用なメスですねそのメスを使っているエミリーは器用な指さばきで変異体を解剖し、内臓をあらわにし、その臓器の具合を確かめている。どうですか、ピコリ先生。持つですね。持つですか。こちらがレバーです、ね、レバーですね。ちなみにこちらハラミですね。あ、焼きますか。はい、焼きましょう。はい、いきますよ。しばらくすると摘出した内臓細胞と血液を調べていたドローンが小さな金属音を鳴らし、調査の終了を告げる。予想していたよりもずっと低い数値ですね。これ、そうか。分かったぞ。はい。いいんだね。もう一回言わなくていい？もう一回言っとく。いくね。はい。はい。何かあったのかな？これだと人体に影響が出るほどの数値ではないんです。影響は微々たるもので。運よく裏山の薬草を調べていなかったら、私たちは今回の異変に気づけなかったかもしれません。どういうこと？敵対勢力が住む地域を住んでいる人が気づかないうちに変質させる生物兵器といったところでしょうか。まあ奥に進んでも見た目感じは何も変わってないしね。ちょっと待ってくれ。何ですか？広報の喉がやられたよ。ちょっと待ってくれ。広報の喉が、ここはじゃあピコリが養いますか。戻ります。行きます。さくらは周辺を見渡しながらつぶやき、意見を求めるようにケイトを見た。そうですね。敵対生物の数は増えていますが、目に見える変化はありません。植物も私が知っているものと何も変わらない。エミリーさんが調べてなかったら山に異変が起きてるとは考えられないレベルです。ですよね。これは確かに私たちが気づかないうちにこの土地が作り変えられてるって感じです。アカネがそう言いながら足元の雑草を適当に一房だけ、なんだっけこれ、むしった。はい、確かにそれは風魔たちがよく知る雑草そのもので、特別な変化は見られない。じゃあ問題はこの雑草がどれくらいの範囲で変異していて、そして体内に含んだらどれだけ悪影響があるのかっていうのを調べないといけないですね。雑草なんか食べないわよ。いやー、ケイトさんは食べないけど動物とかは食べますから。例えば虫ですね。虫
さくらこっちです。これはあれですね。エミリーだったね。虫は雑草を食べてこの毒を体内に蓄え、毒を蓄えている虫や鳥や野獣が食べて周辺地域に広がり、その野獣が人間が食べればどうなるか。まるで歴の悪い三流ホラー映画だな。そのまま人類全部がゾンビ化しそうだ。もしここで気づいていなかったらそうなっていたかもしれませんね。いや、エミリーさん、笑い事ではないと思うんですけども。そうですか。もし気づけていなければ大問題ですが、私たちはここで気づけました。ならこの問題はここでシャットアウトです。シャットアウトです。はい、前向きですね。そこがエミリーのいいところだ。それで、あれからまたいくつかサンプルが手に入ったが、何か良い対策はあるかな。俺いい声してますね。土地の感染が限定的すぎます。同時に感染のスピードや変異の度合いも、植物や土だけではなく生物の変化が躊躇すぎるというのも気になります。つまり現段階では憶測になり、推察になりますが、土地の変異は最低限に収め、生物だけが変異する類の変化は遂げているみたいですね。つまりつまり、う、隠密性に優れたかなり厄介な生物兵器です。ここで確実に抑えなければ対応が不可能になるレベルの危険度かと。なるほど、了解だ。なら俺たちがやるべきことは変異体の駆除、その後に研究員を裏山に派遣するということだな。満点です、小太郎くん。私のドローン機ではこれ以上のことは調べられません。カズキじゃない、ドローンカズキです。違いますよね。違いますよね。何が出るかなの方かなと思って。違いますね。一機ですね。ドローン機ですよ。ドローン機ですよ。そうなれば、五社町の人員を使った人海戦術に頼るほかないかと。じゃあ、あとは捕獲なんかは考えずに、あのキモい生物をバッタバッタとなぎ倒しておってって感じ。バッタバッタ。バッタバッタ、ぴょんぴょんぴょん。ぴょんぴょんぴょん。ああ、そんな感じだ。オッケー。ああ、珍しい生物が見つかったら、なるだけ生きたまま捕獲してください。何か重要なデータが得られるかもしれませんから。はい。了解です。了解です。はい。了解です。ああ、了解です。ん？大丈夫か、アカネ。少し声がかすれているが、水を飲むか。ご本人も水を飲むか。そうだよね。もっと候補を気遣えよね。そうですね。怒りの画面タッチ。本当使いすぎただけなんで大丈夫です。あと 2,3 回が限界かも。候補はもう限界です。ああ、水を飲んでください。わかった。なら忍法の使用を控えて、前線の各乱に回ってくれ。桜の援護だ。珍しいやつ以外は桜が退避を、エミリーとケイドさんの狙撃でさっさと片付けよう。頑張れ、頑張れ。あとはこの桜ちゃんに任せて、大船に乗った気分でゆっくりしてて大丈夫だからね。ちょっと可愛いですね、桜。頑張ってみてよ。ああ、いいですね。いいですよ。すみません。足を引っ張って。なんこの程度、足を引っ張ってるって感じじゃないよ。あかねちゃんは十分頑張ったんだし、あとはお姉さんに任せなさい。可愛いですね。そういうことだ、あかね。俺たちはチームなんだ。適材適所、俺とお前は敵の捕獲。さくらとケイトさんは敵の討伐。エミリーさんは観察。得意な分野で頑張ってるんだ。あれですよね。ピコリはどこで頑張ってますか。ピコリは手の芝居ですよね。手の芝居ですね。芝居はね、手が一番重要ですからね。そうですよ。もう表情がね。これと表情ですね。もうめっちゃ頑張ってますよ。はい。
足手まといなんかじゃないぞ全然。それにお前は俺よりもずっと頑張ってるしな。ありがとうございます。こういう気遣いできるところがね、もうそういうの大事ですよね。そう、こういうところに女の子キュンってくるからね。いや私も気遣って、うん、ピコリ大丈夫？あー大丈夫っす大丈夫っす、ありがとうっすピコリも男だまあ、あ、まあ隊長がしたことは芋虫を一匹捕まえただけですしね。戦闘の指揮もしているからなやっぱり先輩は面白い人ですね。はい、小太郎くんは面白い人ですよ。褒められてる気が全くしないんだが。あれですね、面白い人ってもう恋愛対象外みたいなもんですからね。はい、行きましょう。はいはいはい、はいはいはい、スキルが出ない。行くぞ、死ね。何回でしたか？5回ですよね。1、2、3、4、5回ですね。5回。あ、戻る。あ、椅子。はい。はい。あ、伝統。はい。はい、もういい？何それ、その確認。はい、1、2、3、4、5。え？出てました？出てない。とどめだ。同じタイミングで同じテンポで押せばいいですか？ポンポンポンじゃない？まあいいや。はい。1、2、3、4、5。どうした？何も変わらない。何も変わらない。あ、いい。あ、なんか出たよ。これが風の陣ですね。そうか。回避を押すことで出る。紫ちゃんを発動させたらまたイデックスが使えるから。そうですね。あ我々の作戦がそうですね、もう先回りしてしまいましたね。でもこれで4クリアさせていただきました。はい、次はセクション5。はい、5、これでラストですね。はい、これもサクッといってみましょう。はい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 。いやー、決まりましたね。そうですね。ありがとうございます。では、5。セクション5。はい。スタートです。いくぜ。はい。OK ですね。OK ですね。はい。行きましょう。はい。あ。うん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 。OK ですね。うん。OK ですね。行くぞ。OK ですね。この巨大な生物は、カエルか。カエル？うわぁ、また気持ち悪いのが出たの。うん、完全をチェンジで。そう言うな。今はお前しか頼れる人間がいないんだ。頑張ってくれ、さくら。俺、かっこいいですね、それ。その、いいですね、そんな人。隊長って口が、うまいんですか？それとも素ですか？素です、広報の素です。多分、丸塗りしてるだけだと思いますよ、どっちも。巨大化したカエルですか？やっぱり生物の変異が顕著ですね。調べたいので原型を留めたまま、できれば生きたまま捕まえてくれると嬉しいです。うん、ネバネバだし、ブヨブヨだし、カジッコまで一気に叩き潰したいよ。あ、無事って感じですね。あ、体液には気をつけてくださいね。どんな悪影響があるか未知数ですから。こうやって昔よくあったよね、なんかミミズにおしっこかけたらダメだとかって、そういう話だよね、これ。知らないです、なんでですか？あ、なんか、腫れるらしいよ。へぇー。うわぁ、援護お願いね。本当を温存できましたから、私が捕まえますよ。了解、エミリーさんと私で威嚇攻撃を仕掛けます。よし、さくらとあかねは援護しつつ、目標を捕獲するぞ。よし、おー、行こうぜ、ピコリ。はい、行こうぜ、コホリ。はい、行きます。デデ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 大丈夫だ。おい、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 はいはいはい、カイコさん、ブルーのカイコさん、こんにちは。おい、カイコとの対話も大事だよ、ピコリ。そうだね。
紫にしちゃおうかな。会話する時間をくれようと。本当だ。あ、ちょっと待って、研究しないと。研究だね。あ、あら、これはもうちょっとドット柄の、ドット柄のちょっとあれですね。これは明らかに病気じゃないですか、このカエルさんは。そうですね。これはほい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 、どんなカエルさんですね。あ、EX 使っちゃいます。やりましょう。はい、EX、 OK、 はい、はい、はい、病気を治すに行きましょう。はい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 。あ、かわいいね。かわいいね。ちょっと後ろ姿、後ろ姿かわいかったですね。ちょっとチェックしますか。ちょっとチェックさせていただいて。はい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 。おお。チェックできない。そうだね。後ろを向いてくれないね。じゃあもう。前向きなカエルさんだね。ああ、いいですね。これで全部片付いたな。ね。カエルはいいですからね。はい、ありがとうございます。無事ね、5クリアさせていただきました。はい。今回のバトルはじゃあこれで最後ですかね。終わりですね。はい。さあ、どんな研究につながるのか。さて、私の風クマとどっちが強いか力比べないよ。桜の影から溢れた栄誕の術、影熊が正面から大釜に向かい、その両筆で巨体を押し潰そうとする。ゴーってやつですよ。しかし、大釜はその鈍重な見た目とは裏腹に、機敏な動きで跳躍、移動し、桜の影熊へ横から体当たり。何今の君の動きで。あ、そういうことなんだね。はい、さながらヘンテコな怪獣映画のような格闘戦は数会い続けられ、ゲンエイトン、エイトン、エイトン、エイキューキー、エイキューキー、エイトン、エイキューキー、大釜が影熊に意識を向け地面へ着地した瞬間、ケイトが放った影の弓矢が大釜の左手足を正確に打ち抜き、地面に縫い付ける。そこからさらに影の矢からトゲが入ると、それは鎖のように大釜を地面に固定した。本当の術、言霊。その上に、さらに茜の言霊によって作られた忍法の網を頭からかぶせられ、ついに大釜の捕獲に成功。だが、ちょ、暴れないでよ。ゲロゲロ、ゲロゲロ。せっかく捕まえたんですから殺さないでくださいね。ゲロゲロ、ゲロゲロ。過剰火力のドローン射撃が使えないエミリーはサクラにそう注意した。網だよね。そうですね。網に捕らえられた大釜のもとへ、カジクマが向かっているからだ。これでおしまい。暴れる大釜の腹部に踏み込んだカジクマの拳が叩き込まれる。その踏み込みは地震でも起きたのかと思えるほどの衝撃となって地面を揺らし、打撃の際には腹の底にまで振動が響いたように感じたほどだ。あ、ブルブル。ブルブルしてますね。バイブレーション。電話かな。もしもし。これには。大釜、読むね。はい。これには大釜もたまらず胃の中のものを吐き出し、ワイプ、あ、ひんやーにゃー。それを間近で見る羽目になった桜の悲鳴が裏山に響いた。縁ガチョ見たんだね。そうですね、縁ガチョ見ちゃったんですね。しばらくは裏山は立ち入り禁止になるそうだぞ。やめて、思い出させないんで。おっと。ああ、縁ガチ見ちゃったんですね。昼休み、ことの顛末を任務に参加した仲間たちへ伝えるため、俺はサクラとエミリー、そしてケイトとアカネを集めた。裏山で見つかった毒素の方は、それが原因が見つかったそうだ。エミリーの予想通り、あの蚕を食べた、ないし、体液に触れたものが変異したそうだ。
今5社の科学班と共同で芋虫対策の薬品を開発。あ、いい子これピコリ怒るやつだな。後から5社の科学者と共同で蚕退治の薬品を開発しています。1ヶ月もしないうちに裏山への立ち入り禁止は解除されるでしょう。わあ、よかったです。あそこは私の数少ない遊び場ですから。そうだったのか。女の子の雰囲気とか言ってもさ、金の意外な言葉に不満呪いだ。脅しの人望で感情に左右されるのだよ。友達といると嬉しくなって無意識に発動しちゃう時があるんです。ピコリ。カラオケとかも行けないし、ポン。ストレスが溜まった時は裏山で大声を出す、ポン。なるほど、大変なんだな。それ今吟遊詩人入ってません。本当ですよ。本当ですよ。最近は謹慎を食らって任務にも出られないから、おしゃべりするのにも気を使っちゃうんですからね。ああ、確か護衛対象の政治家にセクハラされたんだったか。そのことを思い出し、風魔は苦笑いした。謹慎云々は俺の一存ではどうしようもないが、浅木先生と山本部長に掛け合って特務中隊の方で任務受けられるように話してみるか。いいんですか？かわいい。あ、ありがとう。あ、茜の言霊は凡庸性が高いし、謹慎を守って腐らせておくのはもったいない。ぜひ力を貸してほしいな。言ってよ、かわいいって言ってよ。かわいい。いや、照れちゃう。もちろんですよ。もう、先輩、大好き。あざてな。ものすごく秒読みだが、まあいいか。テイトさんの方はどうだ？はい。特務中隊で任務を受けてみる気はあるか？私もですか？ああ。今日は任務のその後の説明もだが、二人を特務中隊に誘うつもりで集まってもらったんだ。入るんだ。なんと。恥ずかしながら特務中隊は人員が不足していてな。浅木先生や紫先生といった実力者もいるが、みんなが別の任務についていることも多い。我々に声が出てくれたらね。そうですね。いつでも入るんですけどね。ね。今回なんて私やミリーさんは別任務だから直通だったもんね。はい、毎回ではありませんが、特務中隊の全員が5社を離れていることも増えてきましたし、その際に特務中隊メンバーと行動を一緒にできる人員を増やしておきたいんです。できればケイトやアカネのような実力のある人を加えておきたい。へー。ああ、もちろん参加は2人の意思で決めてくれ。へー、入るんですね。ねえ、さっきも言ったが特務中隊は人員不足だ。かなり忙しい。その上で最良の結果を求められる。それでももちろん参加しますよ。あ、見て。あら。見て、これ見えるかな。茜ちゃんの左目にケイトちゃんの武器の目玉のエフェクトがかかってて青タンができてるみたいになってる。そうですね。見てこれ。なんか封印から解かれし左目みたいになってますね。なってるね。ごめんね。いいですよ。まあ、隊長の指揮は戦いやすかったので、特務中隊への参加は問題ありません。浅木校長や紫先生の戦いも直に見てみたいですし。まあ、ケイちゃんって言えば素直じゃないんだから。だから、これがスです。ただ、風魔小太郎は想像していたよりもずっとまともな人で安心したというのはありますが。え、なに？これフラグ立ってんの？あ、もうツンデレですね。折ってやろうか。あー、ポキッ。風魔の未来を、あはい、行きましょう。はい。読んだっけ？はい、読みましたよ。はい。その言葉に風魔は首をかしげ、
機嫌な視線をケイトとサクラに向けた。はい、いいえ。ルナ君のお父さんって結婚前に反応起こした人でしょ？ああ。あ、そんなに磨かなくても大丈夫だよ。ただその時のコラボチケットをリガーテッドと一緒に戦ってたくさん犠牲が出ているから。バーヤや側近たちから、フーマの現当主は鬼畜だと聞かされて育っていたもので。うん、間違った教育だね。ああ、まあ、あんながち嘘でもないってやつですかね。えい。お。まともな、普通の人で安心したというだけです。褒めてますかね？褒められているのか？褒めてるんですね、多分。多分。同じことを言ってしまった。先読みのピコリだね。先読みのピコリですね。先読みの術でしたね。ケイトさんってクールな見た目ですけど、言葉選びは下手ですよね。そんなことはない。ただ普通だと感じただけだ。身体能力もタイマニンとしての技術も、それに安心して何が悪い。私は先輩って全然普通じゃないって思いますよ。忍法は使えないし、身体能力は波以下だし、でもタイマニンとして頑張ってるし。褒められてないよな。褒められているじゃないですか。そこは自信を持ってくださいよ。どこがだ？あ、確かにその通りだ。うん、私もそう言おうと思っていたんだ。でしょでしょ？私、ケイトさんとは話が合うと感じてたんですよ。仲間同士で話が合う。親睦が深まるというのはいいことだ。いいことだ。これからもその調子で二人仲良く。うん。いや、特務中隊のメンバーと仲良くやってくれ。我々もそうしましょう。はい。はい。多分、他にも私と同じように考えてる人いるっぽいし、これから楽しくなりそう。忍法が使えない。身体能力は波以下のダメ隊長と思われているのか？隊長としての自信を失いそうになっているフーマーの肩を優しく叩かれた。誰？あれ？二人なりの褒め言葉だから気にしすぎない方がいいよ。さくら。え？どこが？コタロウくんは忍法を使えなくても頑張っている。お二人はそう言ってるんですよ。それは褒め言葉なんだろうか。あ、私だね、そうだね。ただメルケだなんて陰口を叩かれるよりもストンと胸に落ちるものはあった。間抜けじゃないですか。え、これ間抜けなの？え、わかんない。あ、違う、目抜けですね。頑張っている、はい、え、この最後にして不安にさせるのやめてよ。ずっと目抜けだと思ってたよ。すいません。何？あ、大丈夫ですよ。行きましょう。ね、ピコリ見て、目抜きだけどいっぱい目があるよ。1,2,3,4。何その乾いた笑い。はい、行きましょう。頑張っている。はい。他人からすれば何も価値もない言葉なのかもしれない。はい、頑張ってますよ。頑張ってけれど、広報にとっては、それは自分を見てくれている言葉に他ならないのだから。胸に刺さるセリフですね。あれ？あら。あら、いい名言があったところで。終わりでございますね。はい、じゃあ、もうクリアしました。ありがとうございます。なんかちょっと深いね、深いでしたね。セリフが最後の方にありましたね。はい、こちらで、イベントは全てクリアです。ありがとうございます。はい、クリア。いつものやついきますか。はい、クリアしたということで、ガチャがね、4回回せますね。いける、4回回せますね。1回ずつ回しますか。2回ずつですかね。あ、そうかそうか、そうか、そうだね。いきますね。じゃあ、お世話。はい、どうぞ。広報が引き当てますように。うん。倉持ちゃん、おいで。ケイトちゃん、可愛かったですね。ですね。ケイトちゃん、四角になりましたね、だいぶ。そうですね。なんか、箱詰めみたいな。はい、で、行きますよ。テイクアウトかな。はい、ピコリが当てますように。ケイトちゃん緑になりましたね。そうですね。なんかいいですね。綺麗なクリスタルでいいんじゃないですか。いきますよ。はい。ケイトちゃん当たりますように。あ、
あ、丸くなりましたね。ね。あそうですね。四角からちょっとこう、角を取って、ひし形にしてから、ね。性格素直じゃなかったでしょ。ああ。だから性格、丸くなったんだよ。丸くなった。じゃあ、次来るかな。そうだよ。はい、よまあ、どうですかね。あら。あらー、また四角になっちゃったんですね。世の中うまくいかんもんですよ。そうだね、うん。ちょっとガチャをチェックしますか。はい、ガチャチェックしますか。ガチャ。はい、ガチャ。次はどんなこと仲良くなれるかな。あら、あかねちゃん。そうなんだよね。そうですね。言っときますか。一回ずつやりますか。それか、一回でやめるか。はい。どう思いますか。だって、前回の実況した今人で、うん、あかねちゃんが応援しに来てくれたんだよね、うん。来てくれましたよ。よろしくお願いしますねって。そうなんだよね。よろしくお願いしますね。ひこり先輩、広報先輩って。そうなんだよね。可愛く言ってくれたんだよね。はい、でも今日は、何やらケイトちゃんが応援してくれるらしいんだよね。でもケイトちゃんは、自分たちの頑張りでどうにかなるんだよね。そうですね。広報人が頑張っていただければ、ゲットできる。あかねちゃんもお金がかかるんだよね。お金のかかる女ですね。お金がかかる女がすごくいるんだ。そうですね。それこそ、対魔人。イメージ悪いんですけど。そんなことないですよ。いやー、でも、可愛かったですよ。今回のストーリーのあかねちゃん。そうだよね。だって前回言われましたよ。ぜひゲットして遊んでくださいねって言われましたよ。そうなんだよね。ちょっと似てたなって思った。どうする？一回だけやる？200だし。一回ずつやる？そうしよっか。600回すことになるけど。600回して、残り800でしょ？うん。あ、そうか。紅買わなくてもいいもんね。買ったもんね。買った。じゃあ、やりますか。だってもう、ないでしょ。あれ？ピックアップガチャか。これは。なんだ？なんだ？これは何のガチャ？武器ですね。武器か。武器はいいや。でもパンプキンもらったもん。ね、もらったし。うん、絶対使わねえ。オッケー。でも、そうね。パンプキンを強くしていきましょう。そう、そうですよ。ハッピーハッピーパンプキンですからね。我々はね、限られたお金でやってるんでね。そうです、そうです。じゃあ、一回ずつ回しますか。そうしましょう。あかねちゃんに会いたくて。はい。なんだって14って言ってましたからね。そうですね。ロリですよ。キコリの大好きなロリですよ。ああ、かわいい。じゃあ、ロリにお金を使いますか。はい、そうですね。ロリに全てをつぎ込んでいきましょう。どうしますか。私から先行きますか。そうですね。じゃあ、ここにから。じゃあ。まあ、これで引いても恨みっこなしです。あ、そうですよね、うん。恨みっこなしっていうか、これね、もう二人で頑張ってるやつだからね。そうです、そうです。じゃあ、行きます。はい、お願いします。ガチャを回します。はい、200。あっかね、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 あっかね。いやー、まだこっからですよ。これから、ね、これから、これから。ラップトゥーネクスト。ブブブブ。うぃはいはい、サクラクちゃん可愛いですね。はい、ライオハ、ライオハート。はいはいはい、あやちゃん。まあね、そんな世の中うまくいかんもんですよ。いきますね。ピコリが引きますよ。お願いするぜ。当ててくれピコリ。ピコリは今日おばあちゃんに席を譲った。それ毎回言ってない？毎回譲ってるんだ。いい子だから。ほい、お願いしたいマリー。ガチャ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 。よしよしよし。あ、サポートが二人だ。サポートが二人。あう。あいやー、でもこっから。タイマシューター。はい、持ってます。タイマ小立ち。はい、持ってました。マグナムリボルバー。はい、持ってました。ああ。雨。あ、持ってますね。静香ちゃん持ってますね。ああ。うらなみー。ダンザイー。ジリーとー。アズオとー。タチー。タチー。リボルバー。
あと800しかねえ。そうですね。600使っちまった。武器とキャラクター分かれてくれたら嬉しいですね。そうですよね。そうですよね。そうですね。くっそー。くっそー。あ、その前に待って、あの子。あの子よ。渡瀬つむぎちゃん。つむぎちゃん、つむちゃん。どこに出てくるんだ？条件満たしてないってことだね。うん、そうだね。そういうことになるのかな。あ、そうなんだ。つむぎちゃん出てこーい。つむぎちゃんは。どうぞ。皆さんこんにちは、タイマニンピコリです。それでは本日のニュースの方を読ませていただきます。ただいま絶賛配信中のタイマニン RPG では、復刻レイドイベント、嵐吹く夜に月光光が開催中でーす。はい、報酬ユニットは A66 ルーナでーす。はい。はい。開催期間はこちらをご覧ください。こちらになります。さらに、11月25日は、ゴシャフェスガチャが開催されまーす。イエーイ。今回ゴシャフェスガチャは大人雪風、若いアマネの排出率がアップアップ、お見逃しなく。いや、当たるんですね、排出率アップということはね、聞かなきゃですね。はい、それでは皆さん、続きまして、お楽しみのシリアルコードプレゼントのコーナー、イエーイ。虚無だな。ご覧のシリアルコード、大人雪風、大人雪風をタイマニン RPG で入力していただくと、タイマ席を3つプレゼントいたします。プレゼント期間は本日から11月30日23時59分までとなっておりますので、忘れずにゲットしてくださいね。CR コードの入力方法は説明欄をご覧ください。ここになんか今日。そうだろう？あれですね。全然触れてない。お洋服が、ちょっと、ぴったりサイズに。見て。皆さん見て。かわいくなって。広報をもっと見て。いいですね。丈感がいい感じになりましたね。ちょっとネクタイ直してもらっていい？本当だね。ネクタイちょっとあれだね。ああ、いい感じですね。この、ブカブカ感がなくなって。いいじゃないですか。かわいらしい。はーい。ぴったりんですね。みんなに見られて恥ずかしい。かわいいよ、候補。知ってるよ。はい、はい。はい。本日の台湾人ニュースでした。はい、ありがとうございます。ねえ。ねえ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 。候補ってかわいいんだよ。うん。ねえ。かわいいかわいい。かわいいよ。かわいいポーズでお別れしよう。にゃん。すごく冷たい顔で見ないでこっちを。にゃん。ありがとうございました。今ね、はい、渡瀬つむぎちゃんに会いたいマニンで、うん。会いたいマニンでございました。どうやったら会えるのか、ちょっとね、検証を。はいはいはい、1時間ぐらいですか。そうなんですよね。結構ね、やってたんですけれども。もういろんな情報を探りに探って頑張ってみたんですが、結果をどうぞお願いします。出会いませんでした。はーい。
い。そう簡単にはいかもんですね。公式だからといってすぐ出会えるみたいなものないですからね。ではなく条件も教えてもらえず、はい、そうなんですよ。条件も何も分からず、分からず不甲斐ない対話人ですみません。すみません。はい。ねえ、はい、せっかく会いたかったのに、会いたい万人だったんですけど、ね、嫌われてるんですかね。そうなのか、それかな。お本人があれだよ、なんかね、いきなりもののけ姫とか歌ったりするからだよ。それおめえだろう。はい、でもね、ね、つむぎちゃんには会えなかったんですけど、なんと今回、何？ケイトちゃんから、え？応援のメッセージが、え？何？聞いてないよ。届いてるんですよ。聞いてないよ、そんなの。そうなんです。あれ？届いてるんですよ。うん。え？なのでね、ピゴリがね、ご本人が喜ぶかなみたいな。あ、ありがとう。はい。今回、すごい頑張ってたじゃないですか、ご本人。あ、そうだね。そう。でね、ケイトちゃんもご本人が可愛いワンワンだって言ってたからね。照れちゃう。はい、ここよくね、応援コメントくれたんで、ケイトちゃん、お願いしますか？あー、お願いします。はい、では、ケイトちゃん、どうぞ！候補、ピコリ、二人ともとてもいいわね。これからも応援してるわ。ありがとうございます。我々も応援コメント出しますか？そうですね。どうします？誰に出します？頑張ってる皆さんに送ります？それともあ、つむぎちゃんに出します？そうですね、出てこいって言います。はい。はい、早く会いたいマニンで、ね、会いたいマニンで、はい、つむぎ出てこーい、つむぎ来い、つむ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 。ごめんね。はい、というわけでですね、次回までにね、つむぎちゃんに会えたらいいなっていう願いを込めつつ、はい、今回はここまでするの前に、はい、前回ね、お話ししました新コスチューム、はいはいはい、はい、平穏のひとときですね、かわいらしいワイシャツ姿のやつですね。はい、そちらがですね、明日追加でございます。はい、明日から買えるのでぜひ皆さんゲットしていただけたらと思います。というわけで今回はここまで。はい。はい。次回も。せーの。会いたいマニー。つむぎ出てこーい。つむぎ。ルー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 ルこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録と動画にいいねをしてほしい。タイマニンとしてこれくらいはできるでしょう。